はい、どうも、翔太です。りょうへいです。ひろとです。はい、お願いします。お願いします。というわけでですね、はい、今待ち時間がありまして、実はね、ここについてるんですね。ついてですよ。せっかくなんで撮っちゃうってことで、はい、いろいろ聞きたいことがあるそうなんですけど、新加入したひろと、なんか話あります？翔平 TV の給料ってどうなってます？やばい、これ聞くの。はい、ってこれですよ。怖いもの知らずかよ。社会人だったら分かるよ。人に給料ってすげえ聞きづらいから。バイトはいくらと違うからね。いくらじゃない。違うから。まあ翔平 TV ってどうやってこのお金とかやってんのってすげえ聞かれるんですけど、ほぼ俺の金でやってんの、自分の仕事の給料で。でもおかげさまで昨年ぐらいから動画の収益がこうちょっと上がってって、一応そっちの方でカバーできるようになってきてるんで、うん、今後はそっちの方で自分らの給料を使わずにそっちでやっていきたいと思ってて、まあでも今現状だと本当にもう俺の給料でやってたので、ほぼ給料ないよね。給料ない、ほぼない。だたまに俺が良平にあのいろいろ買ってあげるとか、なんかそういうのはすごいしてた。うん、ありがたいことに。そう、お金というよりかは野球の動画で使える野球道具を良平に買ってあげるとか、良平の心のジュースとか、そうジュース、そうジュース大事。撮影の時にこうドリンクとかいろいろ購入して撮影に行くとか結構あったり、うん、今までちょっとしたまあ案件とかもまあやらせてもらってるんだけど、大体その案件ね、物品なんですよ。物だけ、お金じゃなくて物だけ送られてきてそれを紹介するみたいな、その物はそのままあげますよみたいないうスタイルがほぼなんですけど、はい、なのでお金ってほぼ発生してなくて、もう本当こういう機材だったりこういうのは全部僕の給料の方で全部やってて、相当な額いってるんですよ。まあ、ヒロトはサポートっていうあれなんですけど、一応、まあ、活躍に応じて、まあ、こういった今つけてるこういったものあげる代わりに撮影するみたいな。でこれ7700円ですね。やばいっす。ユッポンチャンネルぐらいかもしんないじゃん。だいたい周りの人聞くとだいたいまあそれぐらいとか、まあね、っていうのは聞くんで、はいね、その中でもユーポンチャンネル1ヶ月分、約1ヶ月分ですよ、はい、って考えたら翔平 TV 結構いいと思うんだよね。今まで多分自分のお金でいろいろやってたと思うんですよ。俺も今までそういうのやってたんです、ずっと自分の金で5年ぐらいやってるんで、移動費とかもすげえかかるし、ね、やってたんですけど、ここ最近その努力が実って動画がこう伸び出して、まあ毎月いくらか額は言えないですけど入ってきてるので、それでこちらとしてはやっと回収時期になってきたかと思っているんですよ。なので、まあ、ヒロトの貢献度によって頑張ってもらえたらそれなりに渡せるかもしれないし、はい、まあ、ちょっとお金はちょっといろいろね、税金の問題で厳しいんですけど、厳しいですね、僕の小遣いから。たまにこうペイペイで両辺にも送ってますよ。そうですね、伊豆行った時、うん、ペイペイ送ってますよ。はい、いただきます。ペイペイで、なるべくでも翔平 TV のお金に関しては撮影とかそっち系で使えるためって思ってるんで、なるべく君らのお金とか使わないように、どっか移動するんだったら、まあ、交通費だったらこっちの方で後で出すみたいな、生産するみたいな感じ。その給料はないと思ってもらって OK です。その代わり野球をやる環境は整ってるんで、まあ、なんか足んないとか道具これが必要って思ったら出せるかもしれない。だからさっきスラッカー欲しいとか。あ、無理。自分のグローブは自分で買う。自分で買います。それは自分で買います。さすがに僕は余ったれるわ。お前はまだ、お前まだサポートの段階だから。それで今まで5年間やってた、こっちは5年間やって頑張ってきてからなんで、まだまだなんで、まだまだ君はね、ペーペーなんで、なんで良平からなんかもらってください。はい、上司と部下の一応同期なんで、翔平 TV では上司でいろいろ指導してもらってください。あとは特にないですか、翔平 TV の活動に関しては。例えばその YouTube のお金、 YouTube の収益、はい、まあ、今までは本当に僕のお金だけでやってたんで、ちょっと余裕ができたので、まあ今後いろんなイベントとかできたらなと思いますし、あとは翔平図があるじゃないですか。だから翔平図の、紅白戦があって、その時に一応活動費としてみんなにこう出してもらって活動するみたいな、プレゼントとかそっち系の時はちょっと値段ちょっと高めにさせてもらってみんなでこう回るようにしたりとか、はい、まあ、翔平図の活動をもっと良くするために使わせてもらってるっていう感じではあるかな。でももっと最近はほぼ多分もらってないに近いっていうか、値段もすごい抑えて、なるべくみんながこうお金負担しないようになんとかできるかなと思っていろいろやってはいるんで、いろいろなんかルールを決めてやってるし、翔平図のユニフォーム購入してる人は、はい、イベントとかはもう半額設定してるやつの半額でいいですよって、こっちがもう負担しますよってスタイル。翔平図の対外試合もなるべくかかんないようにボール代とかかかるじゃないですか、ボールって、はい、そうですよ。2球だけ持ってっても誰かが大ファール打ったら足んなくなるんで、誰だ大ファール打つの大ファール打つんで、そういうのもあるんでね、なるべくちょっと多めにボールとか持っときたいし、通すやついるから、そういうやつのためにボールも買わなきゃいけないしさ、どんどんすげえ金かかるんですよ、はい、なんでなるべくそういうので、まあ翔平図
とか翔平参加した人からはちょっとそういうのを支援してもらってやってるっていう感じでございます。まあ、それを OK もらった人に参加してもらってるって感じ、イメージとしては。はい、だからそれを OK じゃない人は別に参加しなくても大丈夫ですっていう感じで、そこ一応こうなんかこう敷居というかちょっとまたいでもらってやってもらってるって感じ、はい、なるべく。あとは、まあ、翔平図に来てもらう人でちょっとこう問題を起こしそうな人とかなんかこう危ない人とかが簡単に入ってこないように値段をこう設定してるっていうのはあります。ちゃんとした人が来てほしいって思うんで、無料だったらなんかあっちゃこっちゃすげえ来そうだと思うん で、まあ、そういうなんかちょっと変わった人も来ることが昔あったので、平和に始まって平和に終わりたいんで、はい、そこちょっとできるようにいろいろ考えて結果こうなってるんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、僕らももちろん払いますよ。もちろん僕らももちろんもちろん僕らも平等なんでもちろん払いますんで、まあ、今後とも、頑張っていきましょう。はい、はいはい、というわけで今回はニロとかなんか質問があったということで、はい、その質問を答えつつ、まあ、翔平 TV がどんな感じで活動してるかという説明をしました。はい、そんな感じでよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。